全てに自分に合ったクラブというのは存在します。なので低ロフトを使った方がいい方っていうのは、インパクトの時にロフト角が立って当たるというよりも、スクエアまっすぐにこう打っていきたいよ、立てたりするの嫌だよっていう人はクラブのロフト角に頼るのはありです。そういって小屈だったり少しシャロースイングをしてこうロフトが立って当てれる人は 10.5 度で打つのもありかなと思います。こんにちは、松本一成です。今回はですね、なんとドライバーの 9.5 度と 10.5 度どちらを選ぶべきか、どういう方が 9.5 度、どういう方が 10.5 度っていうのを説明させていただきたいと思います。今回ですね、ここに用意したのがロフト角が9度のドライバーでプラス 1.5 度のロフト角にしているので 10.5 度になっております。10.5 度普通に僕が多分打つと吹けるんじゃないかとか、スピン量多くなっちゃうんじゃないかなって思ってる方が結構いらっしゃると思うので、実際にどうなるかっていうのを打っていきます。今のでトラックマンでスピン量が2015、めちゃめちゃ思ったより少ないと思うんですよ。どういった理由で今僕がヘッドスピード50以上で振っても 10.5 度で317ヤード飛ばせたのかっていうのを説明していきます。そしてそれが皆さんにどういう方が合うのかっていうのに結論がつながっていきます。まずですね、 10.5 度のドライバーを使った方がいい人、 9.5 のドライバーを使った方がいい人っていうのは、インパクトの時のロフト角が寝て入る人か立って入る人かっていうので、まず一つ変わってくると思います。要はインパクトの時のロフト角度っていうのがすごい大事なんですよ。例えばじゃあ5度のドライバーを使っても、こうやって当たったら15度20度になりますし、 10.5 度をよくある小屈とかこう使ってシャロー内側からこういう感じで当てていけば、本当にもう6度7度ぐらいにすることも可能です。こういったインパクトの時に実際自分がどういうロフト角で当たってるかっていうのが大事です。ヘッドスピード、ボールスピードが速くなれば速くなるほどロフト角が低い、スピン量が低い方がいいと思うんですけども、それを手軽にしてくれるのがロフト角を下げるっていうことなんですよね。スピン量を簡単に減らしてくれる、自分の今使ってるドライバーよりも低くしてくれる、スイングを変えずに。逆にですね、どんなロフト角を使ってもスピン量が多いよっていう方はどうなってるか説明します。打つ時に大抵の皆さんはこんな感じです。フェースローテーションとかあまり使わず、まっすぐ飛ばそうとしてこんな感じで右上に少し高く飛ぶような球筋になっていると思います。こういう方はですね、ロフト角を下げるっていうのは一つの手なんですけども、逆に少し内側から通す練習、外に上がったのいつも通り上がったところから少し内側から、テニスのフォアハンドじゃないですけど、こんな感じでドライブをかけるような感じで、こんな感じで打っていただく練習をまずスタート、30ヤードぐらいでいい。でそれに慣れてきたら、今ので100ヤードちょっとぐらいですね。でそれをフルショットに踏み込んでいって、そうすると同じ力感でも全然違う結果になるんですね。骨格だったり打ち方、そしてスイング、全てに自分に合ったクラブというのは存在します。なので低ロフトを使った方がいい方っていうのは、そういった動作が苦手だったり、インパクトの時にロフト角が立って当たるというよりも、スクエアまっすぐにこう打っていきたいよ、立てたりするの嫌だよっていう人はクラブのロフト角に頼るのはありです。なぜなら僕もそうだからです。僕は 2.5 度を使っています2.5 度って何だって思うと思うんですけど、本当にすごい立ったクラブを柔らかいシャフトを使ってバーンとこう使ってるんですけども、そういって小屈だったり少しシャロースイングをしてこうロフトが立って当てれる人は 10.5 度で打つのもありかなと思います。 PGA ツアーのすごい屈強なね、体格の持ち主ですごいドライバー、300ヤードヒッターの方でも11度を使ってたっていう前例もありますから、本当に 9.5 度、10.5 度はこういったところの差で皆さん使い分けた方がいいのかなと思います。なのでですね、フィッティングスタジオ等を行ってですね、飛距離が出ているバックスピン量がこれぐらいだっていうのをちゃんと測ってからドライバー等は購入したり選ぶといいのかなと思いますんで、皆さんもぜひこちらを参考に、ドライバーを選んで最高の飛距離を手に入れてください。ご視聴いただきありがとうございました。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファゴのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、ぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。